いやー、いいなー。あ、いいわ。ちゃんとしたやつ買った方がいいかも。ただ振動がどんだけね。あ、でも体につけるよりはマシかもしんねえな、これな。もっと振動あると思ったんだけど、そうでも、思ったよりそうでもないな。想像以上にこれはいいぞ。ただし、これがね、緩まなきゃね。ああ、いいね。このマウント、このグリップにつけるマウントも悪くはないのかもしれないね。ただ残念なことにね、もうこれ、手ブレ補正ないんだよね、ポラロイドキューブ。だから、ポラロイドキューブプラスだったらね、スタビライゼーションついてるから、それだったらまだこの振動も多少抑えられるかもしれないんだけど、なんせこれは多分ポラロイドキューブだからね。まあそれはしょうがないけど、あ、でもいいな。これで多少の振動だったらこれで、あ、いけるわ。まっすぐ走ってる分にはいいかもしれない。曲がるところだとかなりね、あれだけど、いやー、これちょっと帰ったら編集してみてえな、早くね。ただまっすぐ向いてるか、まっすぐ向けて、いやー、最初からこうすりゃよかったな。だからどっかのメーカーからもね、確か出てるよね、これね。アクションカメラかなんかのね、マウントで確かリコーかソニカ出てるよね。それちょっと買ってみて、うまければそれでやればいいんだもんね。これはいいわ。なんで最初からこれやんなかったのかな。ねえ、ていうか最初はボディにつけちゃうと、バイクボディにつけちゃうと振動をねかなり拾うんじゃないかなと思ってやんなかっただけなんだけど、試しにこれやってみるもんだね、何でも。いや、いいわ。これならね、体に負担もかかんないしね。で、モバイルバッテリーにつないでるから、もう全然バッテリーの心配ないしね。これいいわ。なんでこれ最初からやらなかったんだろう。ちょっとこのまま行ってみようね。あそこの凸凹道もどうなるか。凸凹道っていうのも、どっか凸凹あるんでしょう。あー、気持ちがいい。なんでこんなに気持ちがいいの？車じゃちょっと味わえないね。オープンカーならね、味わえるけどね。オープンカーはでも巻き込み風があるからね、それとはまた違った風の当たり方で、気持ちよさもちょっと違うかな。やっぱり振動で徐々に徐々に移動しちゃうね、これね。いや、マジこのマウントいいな。なんで最初からやらなかったんだろう。これでね、音はバッチリでしょ？多分音はバッチリ。でね、映像もこれでちゃんと撮れてれば、もうこれでバッチリよ。これいいね。っていうかさ、ボディのケツのところに取り付けられればね、一番良かったんだけど、それはさすがに無理かな。なんせまっすぐのとこないもんね。あ、あるな。軽くてちょっと遠いな。それに丸いとこだからね、転がっちゃう可能性はあるな。マウントの検証になると思わなかったな。これ試しにやってみただけなんだけど、ただポラロイドキューブの場合はね、マグネットマウントだから平らな鉄板の場所を作ってやればそれがマウントになるしね。もしそれだったら作りようがあるしね。例えばこのミラーのね、左のミラーの穴を使ってそれじゃ作ればいいんだもんね。これ何部だろうね、穴。4部じゃないな。4部のね、やつをくっつけてやって、で、そこにぴょこんと、鉄のマウント的なものをね、作ってやれば、それだけでマウントになっちゃうからね、これ、ポラロイドキューブって。なんで便利なの、これ。ただ、あれか、やっぱり、ハンドルの中心部に持ってこないと、ハンドル切った時のブレが大きくなるな。だからやっぱりハンドルの真ん中に持ってこれるようなマウントの仕方をしないと、
ちょっとブレも大きくなるってことか。ちょっと気をつけないとダメだね。もしやるんであれば、ハンドルのほぼ真ん中ぐらいにマウントできるような形が一番理想かな。ちょっと夕方になってね、多分気温は高いんだろうけど、風が若干冷たくなってきたのが気になるね。そしてこの道をずっと行って、途中で、曲がる。それでもいいんだけど、ずっとまっすぐ行って、あ、そういえば、わしこの道まっすぐ行き切ったことないんだよ。あれどうなんだろう。ちょっとまっすぐ行ってみよう。どっか行っちゃうのかな。まあ知ってる道だからね。どっか出るんだけど、どこに出るかわかんないんだよ。まっすぐ行き切った場所。必ずどっか左曲がるんだよね。こう左もしくはね右のとこに曲がっていっちゃうんだけど、ここまっすぐ行ってみよう。なんでか知らないけど行ったことないんだよね。原付だからこそできるね。そういった。まあ冒険じゃないけどね、ちょっと確認をしに行こうということができるってね。まあなんて幸せなんだろうね。知らないことをこう確認しに行くっていうのはね、この上ない幸せを感じるんだけど、それは私だけよ、まあ、私だけなんですかね。ちょっと体が若干冷えてきたような気もするな。いやこうやってね、車体を傾けて、まあ、傾けた時のこの動きもね、ハンドルにつけると一緒に、なんか走ってるような気になるんじゃないかな、これね。いいね。はい、ここでいつもなら右行くんだけど、ここまっすぐ行って、あ、でも大体わかる場所に行くな。まあいいか。なんでいつもの場所に出るわけだ。四つ街道の抜ける道に出るんだよね。あ、ちょっと待って、この橋をね、もうちょっと行く橋があるんだけど、あの橋を渡って、水路になってるのかな、下ね。橋を渡ってそのまままっすぐ行くと四街道の方に、左の方にね、四街道の方に行ける道になってます。そっちから行った方がいいね。車が多いとね嫌だからね。そう、左の方は四街道の町ですという感じですね。で右に行ってもいいんですよ。どっちでも右に行っても四街道の方に行く方に曲がるか、もしくは東関道の脇道をずっとまっすぐ行った、あ、そっちの方がいいな。あ、そうしよう。四つ街道行くとどっちも車多いんだよね。道を抜けるにしてもちょっと場所考えよう。これ右と右側の入りもちょっとよろしくないから、少し、汚れを落としたいな。そういうね、接点のあるところね、むやみにやたらに油くとね、ショートしちゃう可能性あるからね。うわ、すげえ、山は切り崩されてる。そしてこれをまっすぐ行くと突き当たりに当たるはずなんだけど、行ったら右に行けばね、さっきのね踏切のところを渡って、そしてまた東関道の横をずっと走っていけば入れるということになりますけどね。こっちはいいね。なんだかんだね、行って帰ってくるまでずっと喋りっぱなしたかった。喉がね、だん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 痛くなってきた。さすがにこんだけ喋ってると痛くなるね。だいたい今回はね、これはもう検証の動画だったんだけど、意外に面白くなって、ついつい喋り込んでしまったんですけど、このマウントの仕方は本当に気分的にも楽だね。体についてると、カメラの、ね、状態も気にしなきゃいけないんだけど、これなら目の前にあるし、よくわかりますということで、いい感じですね。でこのまっすぐ行くと踏切に曲がって、まず、踏切に渡る方ですね。で右に曲がるとさっきの桜の方に行くところです。ここのところでね、あんまり周りを気をつけないと、ここ変則の交差点だから、ん？これ左行くと どこ行くの？今車行ったよね。行ってみようか。続くぞ。ここはそういえば行ったことないのと、道があったのことさえ知らなかった。だっていつもあそこ曲がっちゃうし、でこっちから帰ることほとんどないからね。ここ四角になってたんだ、道のね。いや、こんな道があるなんて思わなかったな。いや
いい発見だね。ありがとうございます。なかなかこれはいいんじゃないの。あら、こんなところにバイク乗りが、あ、写真撮ってるね。あー、鉄道だ。鉄道撮ってるよ、ここで。おー、道がすげえなー。おれ、あ、確かにここ鉄道撮るには最高かも。あ、来てる来てる、電車来てるよ。あ、最高だわ。確かにここはいいかもしんない。おお、いいね。そんでここ左に行くと、まあ四街道行くんだろうね。まあでもここは右に行こう。いや、逆にまっすぐ行くという手もあるぞ。ここに出るな。よし、場所は分かった。これまっすぐ行ったらね、どこまで行くかちょっと気になるんでね、行きつけて、行きつけて、もうとりあえず行きつくまで行ってみよう。楽しいな。なんだろうね、この新しい道を走るという喜びはね、まあただの変態かもしれないんだけど、あ、いいね。右と左でね、道の色が違うとかね。いやー、道はいいわけじゃないんだけど、ここ車じゃ走る気にはならないね。あんまりにも狭すぎる。あ、でも車ちゃんと通ってるね。これ右に左に行ってるから、今渡ろうとしたのはなんで、前に進もうとしたのはなんで。怖えな、この辺。自分が法律だぐらいの勢いで来たぞ今。あ、こっちかな。まっすぐ行きたかったな。でもな、あ、でも行ってもよかったかもしんねえな。ここで U ターンは厳しいぞ。いやー、ちょっと待って、ちょっと待って。この道右行く？右行っちゃう？これ。舗装されてるの、よし、行こう。いやー、思わずちょっとした大冒険になってしまった。いや、いいねー。おほー、車じゃ来れないとこだ、これ。最高だねー。あれ？舗装はされてるけど、落ち葉で道がよくわからないぞこれ。あ、大丈夫だね。多分自転車かなんか通ってんだろうね。真ん中だけちゃんと空いてるもんね。ってことは誰かが通ってる場所ではあるわけだ。大丈夫だよね。てか行けるよね、道がちゃんとあるもんね。大丈夫だね。どこ行くのこれ。だんだん狭くなるよ。これ U ターンできないよこれ。いくらバイクだからっても U ターンできないよこれ。いやいやいや、あれ、これ右、あれ、頭上注意、しかも人しか渡れなそう。あ、ここまで U ターンできる。いや、これダメだ。行けるか。あ、ダメだ、階段だ。いや、階段の脇になんか、あ、ダメだ、持ち上げなきゃいけない。さすがにバイクを持ち上げるには無理があるな。残念ながら U ターン。
いやあ、あそこどうなってんのかなと思ったら歩きじゃないといけないわ。今の右のところはね、完全に倒木があって通れないしね。いやあ、こっちか、こっちだよ。ああ、明智くん、この道でいいのかね。いやいやいや、ここはね、いい道だと思ったけど、最終的にはバイクにとってみてこう行き止まりだね。いやー、こんな道を走ることになるとはね、思ってもみなかったねえ。でこれでガソリンがなかったら最悪だったね。まあ行く前にちゃんと確認はしてるから、200キロ走れる計算なんだけど、200キロ走れる計算だけど、まだ100キロも走ってないしね、大丈夫でしょ。いや、さっきのところ、じゃあ左行って、またそっちもね、見てみようか。さっきのところまっすぐ行けば、さっき階段登ったところに着くと思うんだよね。でそっちから抜けられるんじゃないかなという楽観的な、ね、憶測をするだけであって、あー、こっちも道狭え、マジかよ。いや待ってよ、え、これいけないのかな。完全に無理だな、これな。 U ターン決定。はいよ。どっと疲れたぞ、あそこの踏切に曲がろう。もうこれしかないね、行く道は。もしくはあとここを右まっすぐ行ったところね。うん、まっすぐ行くと多分、まあ、四街道のねインターの方行くんじゃないかな、これ。だけどここを左に曲がって行って、高速道路のね、脇をずっと走っていくのが一番いいかな。だって狭いよ、ほら。よくここ通るな。地元の人は通るのかな。いやー、ギアを下げないと走れないってのは悲しいぜ。だけど楽しみも見つかっちゃったもんね。いいね、ここも。こんなところでっかい岩で組んでるね、この、でっかい一枚岩だ。一枚岩じゃないけど、でっかい岩で組んでる。いやー、丸ポスト発見。丸ポスト発見って丸ポストあるんだね。ほら、郵便ポスト。ね。あ、丸ポストそうだ。丸ポスト行かないとこ、行かなきゃいけないとこあったんだよ。あの、日本一大きな丸ポストがあるところがあるらしいんだよね。そこ行かなきゃいけないんですよね。まあ、都内の方だから、まあ、原付でのんびりゆっくり行って、まあ、確認して帰ってくるってのもありかな。このマウントさえね、確立できちゃえば、これはいい経験取れてできたね。でもっても、日がね、ちょっと太陽の位置がよく分かってないから、右行ってみようか。高速道路の脇をね、行きたいんだけど、次離れてるのかな、もう。うん。高速道路の脇は、ちょっと離れちゃったかな。あ、でも、方向的にはこっちの方だな。今、太陽の光が若干見えたからね。うん。こっちの方であろう。
これまっすぐだな。あ、風冷て、風冷て、縮み上がるぞよ。はい、さてどこに出んのかな、これは。あ、幹線出たね。あれ、これ高速道路のとこじゃん、これ。ってことは、そっか。あ、こっち来ちゃったのか。まあいいか。ハロイ山の里っていうところはね、こっち、今のところ来た手前にあったらしいんだけど。一目散に帰ろうということに決まったんでね、一目散に帰りますよ。ほら、太陽が隠れてるでしょ。寒いわけだよ。もう早く帰りたい。もう早く帰りたい。やっぱりね、ちゃんとね、上着着ないとダメね。いくら昼間暖かくても、寒い時に基準を合わせて服装を決めてこないとね、ダメだね。この道もね、もう車では何度も何度も通ってるんでね、いいんだけど。あ、ワークマンか。ワークマンよりてえな。でも反対側だな。やめよう。なんかワークマンにね、イービスの手袋があるらしいんですよ。それちょっと見たいなとも思ったんだけど、まあ家の方の近くまで行ってからでも遅くはないんでね、そっちで見ようかなと思いますけど。よいしょ。クラッチ切るのによいしょもねえだろうな。でもね、今日は本当にね、なかなかいい検証もできたし、そして、まあ、日本一のね、日本一大きなスイカも見ることができたし、なかなかいいツーリングでありました。はい、ということでね、そろそろ終了させていただきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。この動画がね、ちょっとでもよかったらグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。おしまい。